じゃあ、乾杯の音頭、初代ペアレント佐々木哲子行きます。お願いします。はい。ユース35周年、皆さんにこんなにたくさん集まっていただいてありがとうございました。では、皆さんのお祝いをお受けして乾杯したいと思います。乾杯。 35周年皆さんで祝っていただいてありがとうございました、非常に手作り的な、35周年記念イベントでしたが、皆さんに楽しんでいただけてよかったなと思いますと、かつ、皆さんにね、本当に祝っていただいて嬉しい限りでございます。今後ともぜひご引きよろしくお願いします。35周年、遠くの方からもいらしていただいて、また、内地の方でも、お祝いをしていただいて、またいろんな贈り物も届いております。本当にありがとうございました。私がユースに来たの時は、開設まだ4年目の秋だったんですけど、まさかその31年後に自分が、そのユースの、挨拶をすると、35年の挨拶をするとはちょっとね、その時にはあまりできませんでした。本当にここまで来れたのは、ホスタラの皆さん、そしていつもいつも助けてくれているヘルパーの皆さんのおかげだと思っています。これからもまたどうぞよろしくお願いいたします。30周年まではね、父が、佐々木雄之介が、中心でやっておりました。宇之助は空から参加ということで、一緒にこれからね、一緒に40周年やっていきたいなと思っております。よろしくお願いします。以上です。